はい、どうもカーパン長です。さてと、じゃあまあこのサッカーワールドカップのこの代表メンバーがね、帰ってこられましたよね。うん、で、この今このなんか注目されてるのはこの三笘選手の、ご家族、まあ奥さんだったりとか、あとお兄さんですかね。うん、で、まあだからあの試合そのもの云々の話じゃないです。森保ジャパンのワールドカップが終わって、初のベスト8を向けて、まあ、決勝トーナメント1回戦でこのクロアチアを相手にこの前線したんですけども、まあ、PK 戦のせいにもう敗れてしまいましたよと。で試合後、2番手のキッカーとして PK を、まあ、この止められてしまった、まあ、三笘選手は、まあこのね、号泣されてましたけども。で、まあ、僕なんかもこの動画で、ね、何回かお伝えした通り、もう文句なんか別に何もないと。うん、もうなんかね、楽しい時間を、感動をね、ありがとう、それしかない。僕はまあほら、そもそもサッカーにわかなんでね、うん、で、まあ、実際この SNS 上なんかでも、まあ、三笘選手だけじゃないですけどね、この代表メンバーへは基本やっぱりこの感謝とか、そういうね、なんかこう次に期待するようなこの応援のメッセージとか、そういった言葉がまあ基本的には溢れてるんじゃないでしょうかね。あ、全部細かくいちいちチェックしたわけじゃないですからね、当たり前ですけども。で、最後の試合の三笘選手にとても感動しました、ね、すごいですと、ね、胸を張ってね、次も頑張ってもらいたいですとかね、ありがとうございましたと。いや、本当にそれしかないと思うんですけどね、僕なんかもね、うん、で、まあ、MVP は誰だって言われるとちょっとね、難しいところかもしれないですけども、僕はこれ三笘選手でも全然おかしくないと思うんですよね。で、実際このね、楽しい時間過ごさせてもらって夢見させてくれたわけじゃないですか。うん、ね、で、今思い返してもね、このなんか三笘さんがね、この左サイドからさ、真ん中にこの切り込んで自分でもボール持ってってさ、シュートを放ちましたよね。あれもう鳥肌立ちましたよね。うん、全然サッカー詳しくない人間が見たって、うお、日本人選手で日本代表でこういうことできる人がいるんだってびっくりしましたけどもね。うん、で、まあ、このアジア予選、あとこのグループリーグで、やっぱりこの彼の活躍がなかったら、ね、ここまでたどり着くことはできなかったって言っても、決して過言じゃないと思うんですよね。うん、で、実際、この三笘さんのことをよく知る関係者なんかも、そういうね、この評価をしてる人も多くて、で、この三笘さん、実はこのなんか、今年の7月結婚したばかりの方だったんですよね。で、お相手が現役の陸上選手の方で、なんか三段跳びですかね、現役のこの三段跳びだから、まあ現役アスリートですよね、奥様もね、剣持クリアさんでしたっけね。うん、で、この奥様のお父さんも元日本、記録保持者だから、まあアスリート一家の方と現役サッカー日本代表選手が、まあ、結婚して、結構なんか当時ね、世間を騒がせた、驚かせたらしいですよね。で、あともう一人、この三笘さんのこのご家族のこの有名人の方がいて、このお兄さんが、ね、芸能人でこの役者さんらしいんですね。で、このなんか戦隊ヒーロー、ほら、あの戦隊シリーズあるじゃないですか。ね、あれのなんか一人だったらしいですよね。ドラマにも結構なんか出演してる方らしくて、まあ三笘さん自身も、あ、これ俺の兄貴なんだよみたいな感じで、まあ、SNS かなんか、あとお友達とかにも、まあ、言ってたらしいんですけども、でなんかね、この話が、ね、実はデマガセだなんていう、なんかそういうね、これはなんかニュースっていうよりも、まあ、個人のなんか、うん、なんかその情報発信してる方がなんかそういうことを言ってた、なんかそんな話もあったんですけど、なんかどうやら本当らしいですよ。結城康生さんっていう人が、まあ、高校生の時にスカウトされて、2012年からドラマとか舞台なんかで俳優さんとして活動されている方で、で、まあ、17年にこの舞台ハイパープロジェクション演劇配給、これ漫画が原作のやつだっけ、配給、進化の夏の、赤足刑事役、袋谷のキャラクターだったかな確か。ね、まあ、その役どころで、持ち前の運動神経の良さを見せて、まあ、注目されたらしいですよね。で、ちょうどその頃三笘さんも、ツイッターで兄が最近頑張ってるから俺も頑張るってツイートしたりもしてたらしいですね。
でそのつぶやきが後押しをしたのか、同年公開された一礼してキスで映画初出演。翌年にこの若手俳優の登竜門とされるスーパー戦隊シリーズ、怪盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャー、そんなのがあったんだ。てか戦隊2つ出てくるの。でドラマ初主演、主演を果たしたんだって。だからレッドですよね。で、今年は何だろう、エロい彼氏が私をなんとかみたいなとか、鉄八、何だろう、これな、 PICU 小児集中治療室、映画ナギの島などに出演してるそうで、すごい活躍してる方なんですね。へえ。で、最もネット上では以前からこの2人が兄弟ではないかっていうなんか憶測が飛び交ってたらしくて、その頃かな、いやデマだよガセだよみたいな。で2人ともね、まあいわゆるイケメンですかね。でまあそっくりとは言わないですけど、でも似てますよねやっぱり。で結城さんに、まあ、弟が、三笘さんに兄がいることが公表されていて、最初はまあ名前が分からなかったらしいんですけども、で2人とも大分出身、神奈川に引っ越した、結城さんがサッカーが趣味で、ね、三笘さんは兄の影響でサッカーを始めたっていうのが当時は主な根拠になっていたそうですかね。その憶測が飛び交っている当時ね。で一方この兄弟説をデマとする見方もあって、ね、この結城さんの本名が結城だからっていうもの、でもその理由としてとあるインタビューで本人が、芸名ですと、もともと木が白だったけど、ね、白はありきたりだからと思って木にしてもらいましたと答えていたと。で、でまあ実際この結城さんと仕事してたこの例えば映画とかドラマの関係者さんが言うには、弟は三笘さんで間違いないと。で本名はこの結城っていう説があるけども違うと、最初に考えた芸名が結城で、それを木の城を、あの、なんだろう、木林森の木に変えてもらったっていう話だってことなんですよね。でまあなんか最初その公表してなかったのは、そのお兄ちゃんが弟に配慮したためだと。でまあ家族のことをとても大切に思う人だったらしくて、で一応なんか事務所に問い合わせしたところ、まあ、それについての特になんかこの明確な返答っていうのはなかったそうなんですけども、まあ、結城さんがインタビューで、子供の頃の夢としてサッカー選手とヒーローと答えていた時があったんだって。でヒーローは戦隊もので叶えました。でサッカー選手は弟さんが叶えて、まあ、三笘さんですよね、一流選手になった、次はお兄さんの番でしょうと、ね、俳優として今後の活躍飛躍が期待されているそうですよね。うん、すごい一家です ね、 ね、結婚された奥様も、ね、このスーパーアスリートの家系で、ね、うん、へえ、なんかもう、うん、なんて言うんだっけ、ハイブリッドじゃないや、サラブレッドじゃないや、うん、なんかわかんないですけども、まあ三笘さんはね、うん、次まだ次のオリンピックじゃないや、ワールドカップもあると思いますんで、ぜひ頑張っていただきたいですよね。とりあえずお疲れ様でした。感動どうもありがとうございました。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。